で、学生時代、最も注力したことを教えてください。なるほど。じゃあその目標に向けて努力していく中で、一番大きかった挫折、何かあったりします？その辛かった中でどういう改善策を打ったんですか？ちなみにですね、今の話は終始結構一人の観点が多かったなと思うんですけど、何かチームで取り組んだことだってありますか？チームで取り組んだ中で何か大きな挫折とかありました？会社で仕事をするときにどういうふうに役立ってくると思いますか？なぜこの質問をしたかって意図なんですけれども、まず学生時代最も注力したことは何かっていう点に関して言うと、どういう価値観を持ってる人間かっていうのを知りたいわけですよ。採用した後にどういう価値観を持ってどういう行動をするんだろうなっていうのを想像するために、それを過去のエピソードからなんとなく想像するんですね。要は学生時代にどんな意思を持って、どんな時間とどんなお金の使い方をしたのかっていう、自分の資産のどこに投じているのかっていうところを聞いてますのが学士化の意図です。さらには挫折経験も深く聞いたんですけど、これは何かっていうと、資産の高さですね。その目標が高いかどうかっていうところっていうのが、入社後にもちゃんと高い目標を持って自分の意思でその目標に対して取り組んでくれるのかなっていうのが想像できるかどうかっていうところを見ています。再現性ですね。再現性の部分を見ています。挫折経験がちっちゃいと、あ、そんなちっちゃいことしか見てないんだねっていうふうに、ちょっとしょぼいなっていうふうに思っちゃったりとかするので、目標に対して立ち向かっていく上で、要は会社ってチームで行うものなので、うちの会社に入った時にチームの中でどういう立ち位置でどういう価値を発揮するのかってみたいわけですね、なので、こう深掘りしても出てこなかったので、あえてこうチームで頑張ってくれますかっていうのをチームを強調して言ったっていう。じゃあまず消毒機を教えてください。ちなみにあとは弊社以外でどういうところを受けてますか？理由も教えてください。仮にうちが内定を出したら、この会社って全部蹴るんですか？では志望動編は以上でございます。じゃあフィードバックをすると、先ほどの学知化編でも言ったんですけど、過去現在未来がつながっているかっていうのがすごく大事で、そこに一貫した軸があるかどうかっていうところを見ています。学生が嘘をついてないかってところですね。口で第一志望ですっていうのは簡単なんですけど、嘘の可能性が高いじゃないですか。でなぜこれを行っているかっていうと、学生はコピペが多いんですよ。なんかうまいこと言ってるけど全部それコピペじゃんみたいな、っていうので、本当にコピペじゃなくて自分の足で社員さんに会いに行ったとか、その事業内容を理解してるとか、その実際の商品サービスを使ってみてるとかだとかっていうところで、本当に志望してるのかなってところを試してる部分で質問を聞いています。実際に社員と会ってると、なんとなくやっぱ使う言葉とか単語とかがちょっと具体的になってくるので、そこで、あ、ちゃんと社員と会ってるなってのが分かるんですよ。なのでちゃんと自分の時間と労力を使って社員と会うという努力をしてるかどうかっていうので、本当に第一志望なのかってところを見てる。志望動機では過去現在未来の一貫性っていう部分と、あとは本当に行きたいかどうか、嘘ついてないかどうかってところを見られてるっていうことです。どういう構造になってるかっていうと、人事部がいて採用してくるじゃない、配属で、まあ、部署に割り振るわけですよ人、で要はその部署の部長が生きのいい優秀な学生マジで連れてこなかったら人事部殺すぞみたいな感じでこうプレッシャーかけてるわけですよ。でそれで人事部が分かったよ、じゃあお前たち用意したわっていう風に学生一人ポンと送り込むじゃないですか。で1年経たずに辞めましたって言ったら、おい、てめえふざけんなっていう風にこの部長からクレームが出るわけですよ、っていう構造なので、人事はそのクレームを食らいたくないから辞めなさそうな人を取るんですよ。自分で思う自分の長所と短所を教えてください。次の質問なんですけど、こういう人苦手だなって思うタイプという人っていうのはありますか？でそれぞれの意図がもしありましたら、南さんの方から。いや、意図はもうシンプルに、自分という商品の特徴をちゃんと自分自身が理解してるかっていうところで、世の中全部が全部理想じゃないのは分かってるので、何かメリットがあると何かデメリットがあるっていうことをちゃんと理解してるかどうかで、結果メリットもデメリットも含めて自分のことを採用するとあなたに価値を届けられますよっていう点があるかということで、面接の意図とかフィードバックの一部はちょっと参考になったのではないかなっていうふうに思っております。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。